しょ。昨日もトイレ掃除、今日もトイレ掃除、明日もトイレ掃除、トイレトイレトイレ、もう嫌。頑張れヤシロ、負けるなヤシロ。アメクリ。これは七不思議の一人、トイレの花子くんとその助手である私のある放課後のお話。呪縛少年花子くん、オーディオスケッチ CD。 放課後少年花子くん。やっと終わった。もうトイレ掃除したくない。そんなに嫌がられるなんて困ったな。なんでちょっと嬉しそうなの？ごめんごめん。でも俺の助手になったからにはトイレ掃除は欠かせない義務なんだ。せめて楽しく掃除できるようにいろいろ考えてみたから許してよ。いろいろって？じゃーん、名付けてカモメ学園夏のトイレ大根祭り。さらに芳香剤を大根の香りに、さらに大根でトイレを鮮やかにデコレーション。その3、大根もっけ導入。大根はいらん。その4、ヤシロは大根が欲しい。そんなに嫌がられるなんて困ったな。だからなんで嬉しそうなの。もういい、他の人に相談する。他の人？楽しく掃除をする方法？うん、何かいい方法ない？好きな人と一緒なら何でも楽しいかな。好きな人と一緒ならか。というわけでコウ君に連れてきてもらっちゃった。うっす、連れてきてもらった。こんにちは。え、源てる先輩。じゃあ早速。なんで？はい、動かない。サクッと行かせてあげるから。ちょ、ヤシロ助けて。私源先輩のモップになるの。ヤシロ兄ちゃん、ストップ。花子のことは俺に任せてくれるって約束だろ。そうね。大丈夫だ花子、ちゃんと掃除の手伝いだけするように説得してきたから。うわ、嘘だ。じゃあなんで刃物持ってるのさ。コウの言うことは本当だよ七番。僕はここに戦いに来たわけじゃない。ただ汚物を掃除しに来ただけで。俺を掃除する気だ。俺を掃除する気なんだ。兄ちゃん、掃除なら別のところにしようぜ。昇降口とか。はいはい、しょうがないな。こうはあの人は好きあらば俺を消そうとするみたいだからダメ。でもトイレ掃除が楽しくなるくらい胸がときめく人なんて源先輩くらいしか。そうだな、ヤシロ。ならさ、俺を好きになったらいいんじゃない？え？そしたら毎日トイレ掃除でも楽しくなるだろう。それはちょっと無理かな。傷つか。放課